ロージーステーション始まるよ。皆様おはようございます。ロージーステーションです。いつもご視聴いただきありがとうございます。私は今徳島駅に向かう途中の、徳島城外堀脇の道にいます。時刻は6時過ぎ。早朝の徳島駅、まだ朝が早いのでお客さんはちらほら見かける程度です。四国の旅2日目、今日もガンガン特急に乗っていきたいと思います。まず一発目に乗る車両はこの剣山1号、6時45分徳島発阿波池田行きです。自動改札機がないので人による検査で入場します。ホームに入るとなんだか賑やかなメロディーが流れてますね。これは列車が駅に近づくことを知らせる阿波踊りのメロディー。徳島県阿波踊り協会や振興会の皆様が演奏した実際の音源が使われているそうです。そして列車がやってまいりました。お、結構人乗ってますね。徳島駅の東側にあるこの跨線橋、結構古くていい感じだなと思って調べてみたんですが、作られたのは大正7年1918年、日本近代土木遺産になっているそうです。ちなみに前回動画で紹介した徳島運転所の転車台も同じ土木遺産で大正10年のものです。特急剣山入線です。お、今回は青と緑のカラーですね。昨日乗ったキハ185系、同じタイプのものです。あのヘッドマークは四国で2番目に高い山の剣山からデザインされたマーク。日本百名山、四国百名山にも選ばれているそうです。緑の1号車は、お決まりのセパレートタイプ、指定車と自由席。そして青の車両は全てが自由席となってます。今ふと思ったんだけど、青色と緑、これ空の青と山の緑、そんな色使いを演出しているような気がしました。だとしたら憎いですね、 JR 四国。いい演出だと思います。車内はこんな感じの色調になってます。座った席は前から2番目の右側シート。最初一番先頭のね、席に座ろうかと思ったんですが、横の窓がね、狭くなっちゃうから前方の景色が撮れないなと思って2番目のシートにしました。これで徳島ともお別れ。徳島駅楽しかったです。またぜひ訪れたいです。駅から伸びるポッポ街商店街、そこを右に曲がるとこの踏切、踏切を渡って徳島城へ向かうと転車台。いろんないいものが撮影できてとても楽しかったです。列車は高駅を通過中。この高駅、府中って書いて高って読むんですね。名鉄でも国部と書いて高っていう駅があるんですけど、また一つ勉強になりました。そして石井駅、ここは停車駅です。こちらは鴨島駅。今回特急剣山に乗るにあたって停車駅をね全部取っていこうかなと思ったんですけど、徳島を出発して1個目の停車駅、蔵元駅をごそごそして取り忘れてしまいました。この後は全部取れてますので、列車に乗った気分になって駅を楽しんでみてください。
次の停車駅は阿波川島駅、阿波という名前が出てきましたね。北は讃岐、西は伊予、南は土佐、そして東は阿波。香川県の讃岐は通ってきたので2つ目の旧国名を制覇。列車はゆっくりと山瀬駅を通過中です。さっきも列車交換してたけどここもそうなんですね。徳島駅から内陸を西に向かって伸びる徳島線はこの先にある穴吹駅まで1時間に1本から2本結構多くの、ね、普通列車が走ってますけれど、本線は単線なのでどうしても駅での列車交換は多くなりますね。阿波山川駅、ここを過ぎると列車はだんだんと吉野川に向かって近づいていきます。これはまだ吉野川じゃないです。吉野川に流れ込む河田川、この駅は河田駅、特急剣山の停車駅にはなっていません。なんでこれスピード遅いのかなと思って止まっちゃいましたね。4分ほど分けあり停止して再出発後、吉野川が広がってきました。この徳島線の一番の見どころと言ってもいいんじゃないでしょうか。ずっとこの後ね、吉野川沿いを並行して列車が走っていきます。特急渦潮号に乗った時に見た吉野川はほぼ海に近い河口付近だったので、だいぶ川幅が狭くなってきて山間部の川っていう感じがしますね。それでもまだまだ川幅は広くて川全体の10分の1ぐらいしかまだ上流に来てないんじゃないですかね、まあ、ざっくりですけど。穴吹駅に到着です。定光川橋梁、列車が橋を渡っている姿などなんか映える写真が撮れそうなスポットですね。定光なんてなんかめちゃめちゃかっこいい名前じゃありませんか。この辺りの住所が剣町定光、定光ってという日本刀が本当にあったりしてちょっと分かりませんけど、列車の名前になっている剣山、冒頭でも少し触れましたが剣山は四国百名山の中の一つ、先ほどの定光駅進行方向左手ずっと奥の方にその剣山が見えるようなんですが、主役の剣山はどこだって左手方向もね構えてたんだけど、ぶっちゃけ分かんなかったです。剣山よりもね吉野川の景色の方が徳島線は見応えがあるんではないかと思います。列車は辻駅を通過中。この辻駅の次、佃駅を過ぎると終点の阿波池田駅に到着します。お、このチャイムはショーピーリキー、前回は渦潮チャイムだなんて言ってしまったけどこれ全部共通してるんですね。阿波池田駅が見えてきました。急に開けた感じで阿波池田駅が目の前に。今回は席にも恵まれてて全面展望をねずっと独り占めできてとても良かったです。特急剣山、太刀のようなキレのある走りかななんて思ったんですが、
そんなキレのある走りではなかったですけど、吉野川沿いを走る景色なんかはすごくね見応えがあって、自然をゆっくり見て楽しむのにはとてもいい列車だと思いました。周りを山に囲まれて空気もねとてもいい安房池田駅です。ということで特急剣山をお届けしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。